関西大学北洋中学校、高等学校関西大学北洋高等学校、中学校は、大阪府大阪市東淀川区上、新城一丁目にある私立高等学校、中学校。1925年、関西大学第11大学長、山岡淳太郎の実施である山岡大和により、北洋商業学校として創立。見学の精神は、 取得体の調和の取れた人間の育成。孔明の北洋は、北に神崎川を隔てて遠く地里の山並みを仰ぎ、東の遥か、淀川の彼方に、生駒の連邦を望む、学校所在地の地勢にちなむ。山の南を人名付くという小地により、千里山の南、淀川の北に位置する学校という主張である。二千七年度までは、北洋高等学校の名称で、学校法人。 福武学園が経営していた。学校法人、福武学園は2008年4月に学校法人関西大学と合併することが2007年3月15日に合意された。生徒数減少に悩んでいる北洋と併設校を増やしたい、関西大学の意向が一致したことが合併の合意につながった。それに伴って2008年度から関西大学の併設校となり、 公明も関西大学北洋高等学校に変更した。もともとは男子校であったが、2008年の合併と同時に、2008年度入学生から段階的に男女教学へと変更し、2010年度には関西大学北洋中学校を併設、中高一貫教育をも開始した。特進コース、分離コース、スポーツコース選手権、 出場6回優勝0回準優勝0回第48回大会第55回大会第62回大会第63回大会第76回大会第81回大会選抜出場8回優勝0回準優勝1回第42回大会第45回大会第48回大会第52回大会第60回大会 第62回大会、第66回大会、第79回大会1970年代には、四学七教のうちの一校として有名であった。1926年に、総部、全国大会へ34回選手権、第52回、第56回、第58回、第59回、第63回、第64回、第66回、 第六十八回、第七十回、第七十三回インターハイ、大阪一代表十七年ぶり二十二回目全国高等学校駅伝競争大会、大阪府代表男子予選では二千九年、かつて大阪男子代表として三十一年間も連続出場していた西風高校の三十二連覇を止め、関大北洋として初優勝を成し遂げ、全国高等学校駅伝競争大会に、 念願のと、王子初出場を果たす。その後も2010年、2011年、2012年と、4連覇を達成した。しかし、2013年の全国高校駅伝男子第64回、大会、大阪男子予選では3位に止まり、5連覇はならなかった。翌2014年の全国高校駅伝男子第65回記念大会、大阪男子予選では、 惜しくも21秒差で2位と敗れ、2年連続で投受出場を逃している。一部の生徒が関西大学への内部進学の合否判定に用いられる民間実施の模試の正解をインターネットを通じて事前入手していたことが2018年7月に判明。これを受け寛大は選考の公正性が害されるとして、 併設3高校からの内部進学者の合否判定を見直すことにした。寛大としては、問題の発覚した模試について、結果を選考に用いないことにしたが、民間の模試を合否判定に用いていた、大学側にも責任があるとして、不正受験した生徒についても、選考から除外しないとした。ありがとうございます。